トにノートルダムっていう学校があるんやけど、知ってる？ノートルダム、うん、えらい珍しい名前やな。ちょっと分からへんわ。そこは伝統ある学校やねんけど、私的にはお嬢様学校ってイメージがあって、だからそのイメージまた違うらしいねん。え、そうなん？そう。それで今日はそのノートルダムっていう学校の生徒たちが一から考えて作った学校紹介動画、これ一緒に見ていこうかなと思って。おお、ええやんええやん。それでは行ってみよう。2016年から写真の通り制服が変わりました。青を基調とした大人らしさと可愛らしさの両方を兼ね備えているのがポイントです。One of the biggest feature in our school is the distance between students and teachers. In front of the teacher's officeI often see many students talking with the teachers. Some students study there before the test. ノートルダムには体育会系7、文化系12の低重系の部活があります。私はバドミントン部に所属しており、ゆっくり努力することの大切さや達成することの喜びが学べます。私は放送部に所属しており、さまざまな大会に出場することで自分を高められています。文化系では兼務が可能なので、自分のしたいことを存分に楽しめます。ノートルダムではクラブ活動とは違って、学校でさまざまなお稽古ができる課外レッスンも利用できます。